吉田さん、ツイッターがね、凍結されたりとか、不具合が起きたりとか、ロゴが変わったりとかね、YouTube がなんか全世界でちょっとこう、アップロードが止まったりとか、アクセスがちょっとできなかったりみたいなトラブル、今までも何回もありましたよね。で、それに対して私たちは文句を言ったり不便だなと思いますけども、ただ努力せずに待つだけというね、システムをやり替えて元通りに復旧させるのは YouTube Japan の人とか、それから Twitter Japan の人ですよね。努力してないですよね、私たちは。努力せずにプラットフォームをただ乗りして、フリーライダーっていうんですけども、ただで乗らせてもらって収益を上げてるやつもいるというね。でも会社勤めすると少なくとも面接受けたりとか通勤したりとかね、でスーツ着たりとか、前の日から準備したりとか早起きしたりとか、努力の賜物ですね。だからサボりたいやつほどネットに来ると。でネットに来たらネットに来たで、ネットのなんかね、やらないといけないことがあると。だからどっちの努力や工夫だったらできるかなっていうところですかね。選択肢が増えたと言ってもいいのかなというところじゃないでしょうか。